いや海外組が調子いいみたいな先生ね。そうですね、武、がゴール決めて浅野選手がノイヤーからまたゴールを決めた、素晴らしい、嘘みたい、すごいね、でまたね堂安くんも決める、古橋くんも決める、沼田くんも決めた、いいよね、これもねレンクのセカンドチーム、そう決めたという話を聞きましたよ、いいじゃないですか、いいですよね、ホクホクですよ、ほんとそうだ ね、あ、福岡空港で帰ってくる時ね、 J リーガー見ましたよ、僕、あ、本当ですか、あ、誰とか言えないですけど、これでいたって言っちゃダメですよ、だって ね、プライベートでいらっしゃるわけですからね、もう言いたい、早く言いたい言わないです、別に空港にいるぐらいいいじゃないですかね、別に ね、ラブホテル街にいたわけじゃないんですからね、空港なんてみんな使うんですからああと思いました、ああと思った、ね、よく見つけたな、まあそすごいな、街で J リーガーとか見かけたことないですか、芸能人とか、ああ芸能人はありますね、誰ですか、誰ですか、ね、ちゃんま以外でですよ。ちゃんま以外でですよ。海下さんを見かけたことがありますね。俺も見かけ、跳ね飛びやってた時期かな。俺も見かけたことあります、海下。はい。あったかな、どこで見たんですか、渋谷の半ズ脇。ああ、そうですか。挟まってた、海下。ちょっと出せよ、お前。おい何見てんの、挟まってたの、出せよ、お前。違う。違う、であとね、今そう言っておきながら思い出したのが、俺積み立てじゃなかったな、信子部、平成信子部の吉村さんを最初に見つけたんです、ね、ああそうですか、で握手していただいて隣にいた積み立てに全く気がつかなかったっていうところがありました、ああなるほど、はい、なんだ、それだわ、なんだあのメガネって言われてたと思う、後で言われました、俺積み立てだよっつって、俺じゃねえのか、なんだあのメガネって、本当に かわいいなあのみちゃんは吉村君に握手求めるぐらいの人なんだ、もっとこうスターとかいないんですか、あのスターだかサッカー選手とかで、あ、僕奥寺さん、渋谷のスクランブル交差点の真ん中で奥寺さん見たことありますよなんかでかかったです、なんか胸板とかパチンしてましたよ、すげえな、奥寺さんだと思ってテンション上がったな、覚えてますね、まだまだ、ね、今のお仕事でいろんな方会いますけど、その素人みたいな時にさ、サッカー選手なかなか会わないじゃない、はいはいはい、ね、テンション上がりますよね、そうだ ね、そういう意味ではね、なるほどね、分かった、アイドルの子とか見かけますね結構ね、ああそうですか、あの欅坂、今だ桜坂に名前変わりましたけど、全然あれにやっても分かんないと思う、おっちゃんああ可愛い子だなって思うぐらいだね多分ね、そうよね、アイドルの子はかなり僕見ますね、渋谷原宿から分かると思う、結構普通に歩いてんの、うん、全然普通にいますね、びっくりする、あ、俺もでもあれだよ、渋谷よくいた頃で言うとね、デビューしたばっかりの深田恭子見たことありますよ、切符買ってましたマネージャーさんの切符買って、あ、電車移動なんだと思ってね、っだいぶ前でも24、5年前だよ、どうだろうな、あとあのモーニング娘入ったばっかの後藤真希渋谷のセンター街で見たことありますよ、ね、みんな私見てるって顔してました、まあ、嬉しかったね当時まだね、どうだろうなと思って、ね、年代の差エピソードのでも俺でもこれ2010年代の話してますからねあ、そうですか、先生、何の話をしてるんですか、本当だよ、何ならさ、この話、あのクリス・ペプラー中華屋で見たって話したことありましたっけ、あったな、すみません、ホイコーローって言ってましたよホイコーローくださいめちゃめちゃいい声だなとね、何の話してるの、いいんですけどね全然いいんですけどね、だってね、はい、そうだね、何話してましたっけ、あ、海外組がね炸裂した、三笘選手がもう勘弁してください、あのタックル悪質ね、シュピールドユナイテッドのね、ねえ、そうでしたね、カンボランチですか、あれはでしたね、奥から奥って真ん中がバーッて、太ももに足裏ドンですよね、そうですね、あれあれでしょ、レッドカード一発最初、そう最初でもだからあれでしょね、イエローが出て、ね、あれでも妥当でしょ、 VAR みたいだって、太もも内ももいってんもんだってあれですよね、殺人タックル、あんなもう謹慎だよ、謹慎、いやそうだよね、自宅謹慎3ヶ月ですよあんなのね、そうなんだよね、あんなレッドカードでもダメだよ、うちの
宝を。畑ラジオじゃないか。ていうか、うん、あれもうちょっとずれたら膝行ってたらもしかしたらもうちょっと選手生命の危機だったかもって言われてありますからね。だから、ああいうのはマジでレッドカードじゃ飽きたらんよ、もう。もっと禁止してもらわない。ね、あ、でも後日、うん、そんなのやっぱりあるんだよね。追加とかは結構プレミアとかあったりします。ひどいね、あれはひどいねっつって。うんね、6試合とかまで膨れ上がることが結構ありますからね。28時間のあれだ、社会福祉活動だ、あれ。ね、ゴミ拾い。駅前でゴミ拾い。シェフィールド。駅の前でゴミ拾いだ、あれは。反省してんのか、あの子。イエローカード出せた瞬間も、え、何がみたいな感じしてて、あんながっつり言っといて。あんなわけないだろうっていうね。三笘にはがっつり行けって監督に言われてんだから、しょうがないね、あれね。そうでしょうね。しょうがなかない、しょうがなかないけど。いや、だから、ああいうさ、ドリブラーって辛いよね。辛いね。ドリブラーは辛いよだよ、本当にね。ね、竹もあの、投げ飛ばされてた時あるもんね、2ヶ月ぐらい。あるあるあるね。あれも単純にサッカーじゃなかったもんね。華麗な。ね、シーンが続きますとやっぱり狙われるもんでございますな。そうだね、そういうのはやっぱ VR 時代だから怪我から守ってくれないとしっかりね。そうだ、あのこの間のね、あのこの動画出る日はあのほら ACL 川崎のセカンドレグがあるけど、うん、そう、中国も危なかったよ。そうだよ、うん、まあ試合にならなくなっちゃうからね。そうなんだよ ね、 エンタメだからやっぱりスポーツはだし、やっぱり、うん、単純に一人のねプレイヤーのあれでもサッカーって怪我しちゃうとすごいかわいそうじゃない。頑張ってんのに、そうなんだ、仕上げてるもんも仕上げ直しだし、もうちょっとなんかどうにかならないかね。 なってほしい ね、 スパイク履かなきゃダメかね。だって危ないじゃない。いやいや、本当これはねバカにしないで聞いてほしいんだけどね、そもそも論、ね、うん、みんな履かなきゃ条件一緒じゃん。みんなシューズじゃダメかい。いや、滑るって言うんでしょ。で、滑ったっていいじゃん、みんな滑るんだから。そうだね、滑った上での競技にしたらいいじゃん。分かってるよ、バカなこと言ってんのは。ただあんなポイントであんながっつり行かれた三笘くんが見たら、僕はそんなことって言いたくなるでしょ。それはちょっと分かる。そうでしょ、そうでしょ、うう、危ない人と貼り付けてやってんだもん、そりゃ怪我も出てくるわいな。間違いないな、ね、滑らないよりも大事なことがあるでしょ。そうだね、相手にぶつかったって怪我しないってことですよ。そうだね、そうでしょう、大事よ、そろそろ考えませんかっていうことですね。そうだ ね、 ね、なんかもうそれでしょ、そろそろ滑らなくて後ろ平らなの作れるでしょ、人間の英知を持ってすれば。危ないでしょね、先生。そうだね、ね、もしかしたらでもそういうことでもトライしていくんですかね、これからの。やっぱりいや無理でしょうね。でもね、今まで伝統がありますから、ね、これね、伝統というか、だから赤以上のカードが欲しいですよ、私は。そういうことになるよね。ね、うん、退場以上のものがないと、退場で退場するんだったら何してもいいんですかっていうことですよね。こうなっちゃうもん。もちろんそれもあるんでしょうけど、うん、なんかでも今度あれでしょ、もうさ、うん、その退場のところレッドカードの上じゃないけど、うん、イエローなんだ、レッドカードの下ができるんですよ、ね、あ、なんか聞きましたね、ブルーカードみたいな。ブルーカード新品ですよね、うん、いわゆるあのラグビーでいう一時退場みたいな。あ、1分とか3分とかそんなんですか。あ、10分とかだったなかったかなと思います。黄色の上、うん、赤の下ってことですね。そう、あのドキュメンタルでいうところのオレンジカードですね。うん、まあでもオレンジが一番意味合いは分かりやすいですけど、視認しやすいって意味で青なのかな。まあだと思いますけどね。10分赤というほどじゃない。来年度、うん、次のシーズンの FA カップかなんかで、うん、一回トライされるみたいですね。でもなかなかそういうシチュエーション出てこないからね、採用はしたくはいいけど、うん、1年誰もそうにならないとかあるだろうね。まああり得るかもしれませんね。最初の出すレフリーとかもうはうはでしょ、これだ俺だっていう。ね、あるだろうな。ね、まあ、俺が悪いんだけど、あの交番の前で車乗っててさ、ちょうど止まった時にさ、うん、あの前の日にできたルールがあったの、携帯耳に当てたらその場でもう捕まるっていう、うんうんうん、ね、かかってきたからついパッてやったらお巡りさん見てて、もう嬉しそうに走ってきたもん、うん、これダメです、アウトです、あーごめんなさいっつって切符切られました。喋ってないのにまだ。それは残念だな。でも今でも忘れないです、嬉しそうに駆け寄ってくる。今日からダメなんですそれっていう。すいませんでした、すいませんでした。そんなことがあったんだな。どうなるんですか、そう新品、ね、どういうことになるでしょう、うん、10分こう
10分アウトで入ってくるんだ、もう一回ね。そうだね。うん。でもどう取るかじゃないかな。面白いですけどね。面白いっすよね、うんうんうん。あとだってその選手入ってこれんだったら休めるもんね、言ってしまえば10分。まあまあそうだね。あとはやっぱりね、前半とかでもファール取りやすくなるよね。そうだね。会場に値するのね。取りやすくなる。だって試合ぶっ壊れちゃうじゃん、だって審判とかも。だから出しにくいじゃない、ね、こんな満員のさ決勝戦でさ、うんうん、ね、悪質タックル前半5分バーンなったハイレッドって言いにくいじゃない。ただイエローいる上だなってなったらじゃあ新ビーンって10分ね、そうだね、うん、確かにだな、いいんじゃない。でもその10分の間にね、うん、1点2点入ればさ、いやそうだね、うん、いや今日言ってる話逆だな、それ以上のが欲しいんだよそしたらあいつが青だったら俺やだよ、あの三笘選手傷って削ったやつ。まあでもあれはもう最低が赤ですもんね、どう見たってね。そうでしょ、あれは赤でしょ、うん、うん、その上のなんか緑、うん、ね、なんかそう言われよね、うん、グリーンカード永住権、永住権あげるから遠い国の永住権あげるからグリーンカードね、そこで5年、ね、いや、やば、新品5年、大変、もう、でもまあ暮らしやすくはしとくから5年そこで子供たちにサッカー教えてください、ね、職業変わるなちょっとないやいやいや、でも冗談ですけどね、やっぱり怪我はダメよ、怪我というかああいうのはダメよ、キリがない、ねえ、うん、でも VAR はさ、まずその、うん、ほら最近結構その導入されてできたところでさ、はい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 、長いことそのほらイエローレッドの2つだけだったところに、はいはい、こうやって一応一回そのブルーが来るわけじゃないですか、はいはいはい、そう考えると今我々話してるそのレッドのさらなるこの重いやつっていうのも、うんうん、ちょっと先の未来だったらやっぱり本当にありえるんじゃないかなと思うの で、うんうん、で一回まずこのブルーがどんな形で導入されるのかってことは3つのレッドの先、うん、レッドの先ってと、うん、試合における退場以上のもんでないですもんね、ないもん、たまにあるよね、ひどいレッドはあの半年出れないとかそういうのありますからね。なんかね、あの、あるあるある。試合数が増えるとかで、ね、退場の、うん、あれは増えてしかるべきよ。そうなんだよな。ちゃんと三笘君ちゃんと謝りに行こう、お母さんと一緒に。はい、菓子折り持ってトラヤ限定、トラヤ限定で頭下げて、ほらあんたは謝りなさいとかじゃなくて積極的に自分でごめんなさいっつって。やないとね。あとお中元をもうフォーエバーで送る三笘君にね。うん、手紙と一緒にいい仲になっちゃったな、また今年もねいいワインができましたっつってね送るそんぐらいよ、そしたらもう罰じゃないから、い何年か目から罰じゃなくなるから、それはそうだね、うん、うん、なんかもうお付き合いになるから、ね、いやそうだ、そうそうそう、俺はいいや、そう、うん、いいよね、いいな、お中元お歳暮の感じ 何を言ってんすかずっと全然まだいいなってなっちゃったじゃないですか、結局。いや、なんか悪くないなって今思いましたね、でも、ね、もういや、うん。ちょっとルールでもう採用されてほしいとすら今思ってる。なんなら。結構。雑なルールですね。だから、お歳暮が、12年目でお歳暮が果たされてないって言ったら、その人はまた裁かれてサイトに乗るわけでしょ、もう引退してるのに。ね、もういいっつってのに、三笘側もね、もういいっつってのに、まだ送ってこないっつって。いや、あったらどうしようなぁ。いや、でもなんか、その、ああいうのをなくす方法ってないわけですかね。欲しいね。なんか、手品師みたいな、あれかね、中指に糸引いててね、糸つながって、中指ピンってやったら、スパイクカシャーンって平らにならないのから、後ろ。タックル行くときにカシャーンってしまってくんないから、ね、足伸ばしきったらポイント平らにならないかね、うん、いやせめてな、それだとあれか、踏ん張ろうとするときツルーっていっちゃうのか、そうなんだよな、でなんか悪意を感じたらポイントがシャーンってなるやつね、それだったら悪意の時点でカード出すよな何の話になってくるんだろうな、ね、でも選手が鎧つけるわけいかないしね、先生ね、いかないもんね、うん、なんかさ、グミみたいなのじゃダメなの、あのポイント芝をなんかグミに強くしてグミだけすげえ引っかかるみたいな、何ごめんなさい、あの、はい、ほら去年は今ねヨーロッパの話から始まりましたけど、はいはい、今週末も開幕でってので、うん、やっぱ去年はほら開幕直後にあまりにもこう川崎とかマリノスとか横浜 FC とかめちゃくちゃ怪我人センターバックで出たとかってあったじゃないですか、はい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 、だからなんか特にほら開幕直後で本当大変だったってなったから、
なんか今年もね、そうならない。まあもちろんシーズン中だからいいってことにならないけど、ほんと怪我人はね。怪我は誰もよいいことないもんね、喜ばないからね、誰もね。いや、ほんとよ。ほんとよ。今年も怪我人がちょっと、ね、少なくいてくださることを。ラグビーとかっていうのはさ、ね、もっと激しいプレーもあるわけじゃね、うん。アメフトとか。あ、どう、やっぱどうなの、怪我は。どうサッカーよりは少ないんじゃないの、わかんないけど。なんかでもラグビーを知らないだけが。ああ、でもそうなんじゃない、そうか、離脱とかあるのか。でもその、ね、前十字とかもあるんかな、やっぱサッカー独特だから、前十字靭帯ってところ。でも前十字ストップ&ゴーが多いから。そうなのかな、うん、ちょっと知らないけど、わかんないけど。確かに他の競技、野球もある程度こうあるけど、ただ野球も故障とか、前十字とかまでは別にあるわけじゃない。まあ、腕とかのトミー・ジョン手術とかね、になることとかあるけど。ただスパイクで足ガーンっていっていいなんていうのはやっぱ危ないって。ないね。うん、ね、そういうとこは好きで見てんだけどね、うん、でもね、結局。危ないな。そうだな、まあ。怪我はとりあえずね、できるだけ皆さん回避していただけると。でも理不尽だよね、なんかもうだって。何か言うんか分かんないけど、うん、これ本当適当にやったプレーの怪我されさせられて、チームがさ、そんな財政スポンサーさんとかからもっとお願いしてね、給料出してさ、コンディションキャンプとかも作ってやってさ、その選手半年使えなくなってすんだよ、こんな訴訟ですよマジで。そうだね、普通に考えたらね、ユンボ夜中に壊されたようなもんで、建設会社が買ったばっかのユンボ本当にそ う, そうでしょ、間違いなくそう、訴訟ですよこんなもん、訴訟だわ、そば打ち棒折られたようなもんですよ、いやもうやってらんないもんね、年末に、年末もうダメ、そうでしょ、もうどうにもならない、うん、訴訟でしょ、訴訟だね、いや大変だわね、タクシーの、福岡のタクシーの運転手さんが言ってた、この間うん、若者にね、朝方乗せたら吐かれちゃってねっつって飲んでたのかなって、いやもう一日仕事になんないね、私らは、で私は不愛でしょって言うから、もう最悪ですよみたいなね、うーわ、それを思い出したよね、うーわ、それも訴訟とかできないわけじゃないですよ、お客様だし、そうだね、ただ我々酔っ払ってるんです、すいませんって、拒否はできるんですって言ってた、あ、うん、でもそしたら一緒の人がね、どうしようもの下やってください、うん、大丈夫ですか大丈夫ですかって言うんですよなんつって、ただ責任持てませんよって言うんですけど、乗った瞬間うえーですよね、参っちゃう、いや参っちゃいましたよっつってあ、そうですかって思って、大変ですねって言おうとした瞬間、言おうとした瞬間、先週この車って思ったら、あ、この車じゃないんで大丈夫ですって言われました本当本当本当って思いましたけど、仲良しだな急に皆さん大変ですけど、本当に怪我のないようにしていただきたいですね、すいません、なんか取り留めもない話をすいませんでした、ね、雑談の回でした、違う、社会派のあれですよディベートですよありがとうございました、ありがとうございました